之介さんと京都デート。え、ガチでしたんですか。した。どんだけ、どんだけ。だから名前クベズカにしよう。クベズカ、長介、クベズカ長介、クベズカ長介。Welcome to North Village。 はい、今日はですね、North Village の京都本店に窪塚さんが遊びに来てくれるということなんで、ちょっと迎えに行ってみたいと思います。あ、やばい、警察来た。何もやばくありません。連行みたいな。いや、行っちゃう。俺がされてんのか、陽平がされてんの。陽介さんと京都デート。いやー、来ちゃしまいました。来ちゃしまいました。来ちゃしまいました。いや、嬉しいな。陽平新店舗ということでね。そうなんですよ。もうね、ここね、本店にしようと思ってるんですよ。あ、ポンと。そうなんですよ。本当に結構厳しくてね、言ってたよ。はい、行きましょう。提灯一つとか、ホテルでちょっとしたチラシとかあるんでも全部買って。はぁ、え、これ、はい、ホテルで作ってあの C 社のマークのある提灯。どれどれ。はい、そうです。もう2件先で、まあ、何かおぉ、これならいいんだ。あ、これはダビクジックのデザイン。え、めっちゃ綺麗にしたじゃん。めっちゃ綺麗ですね。おぉ、こういうじゃん。近代的な。ちょっとね、ね、ちょっと本気出しちゃいました。え、これ、渋。え、あ、ここですか。ここなんです。え、渋。さっき2階見ます。2階からの景色。あ、切腹貼ってくれてる。あ、そうなんですよ。ありがとう。京都っぽい。そうだね。え、中に貼るのも言う。中は大丈夫なんですけど、向こうから外から見えるネオンとかは、うん、超やばいじゃん。めっちゃいいじゃん。夜とかめっちゃ綺麗なの。めっちゃいい。何の感じかもまるし。ナイス。いいね、いいね。寒くなければ。いいね。素敵。ありがとうございます。ポッポッ。すごい。下行きましょう。あんまくないんですけど、バーッと開けれる。寒くなったら上を使って。これめっちゃいいっすやん。これ。え、本店にするってのはどういう意味や。状況っていうテーマになるなと思って、いいね、だんだん京都に向かってきてて、そっから世界へっていう。ああ、いいね、ストーリーで。なるほど。シェイテンを欲しいしろ。あ、このお札も似合うね。なるほど。すごい。これは、ね、もう調子まだ回転してないの。もうしてますよ。あ、してるんだ。じゃあいいよ。ここがバーッとカードコンになって。いいね。素敵。10日ぐらい開いてんだね。今開けて。おお。すげえいいとこ見つけたね。ぶっちゃけ、まあ一言で言うなら、はい、この店を、この店を、はい、たまげた、たまげた、おったまげたんですか。玉がもう下駄履いた、下駄履きました。ありがとうございます。もう非常に日本を代表するような場所で、はい、なんていうの、Cシャを、はい、まあまあアラブの文化だけど、うん、それをこう日本のこの場所に、はい、傭兵らしく落とし込んで、はい、さすがあのビーバーカフェだっけ。ビーバーカフェです。ノースビレッジです。あ、ノースビレッジ京都だなぁ。でもあそこビーバーも住んでる。住んでるんですよ。ここいろんなもうカモもいれば、なんか見たことないような鳥も、あとよくわからないもちろん釣りしてたり、釣りしてたり、いろんな生き物が見れる。そうなんですよ。そうなんですよ。見れるということで、はい、京都にできたからね、ぜひ来てくれっていうことで呼んでもらって。いや、毎回こう来ていただけるのは嬉しいですね。いやいや、こちらこそ。いつもね、もうお世話になってんですよ。いやいやいや、こう傭兵がいない時もね、あの大阪店とかね、道頓堀店行ったりとか、堂山店行ったりとか、あと渋谷でね、時間があると傭兵に電話して VIP 店で合流したりとかね、いろいろお世話になって。フリマンもやったりしましたしね。ね。だね。多分渋谷史上最強の行列なんじゃないかっていうぐらい、3時間ずっと行列できてました、ね。おかげさまで。あれでね、食いつないで。シック全部なくなったんじゃないですか。シックをもう、めちゃくちゃ売り倒しましたけど。最後あの日とかって、袋で500円のシャツとかを1000円で売ったりしてましたね。
西成でね、10円を100円で売ってるみたいな、そういう話やね。でもそんな世界観でしたね。喜んで買ってましたね。宇宙だなと。宇宙でしたね。新しい岩屋の宇宙をね、ここで見せてくれて、もうそこ八坂さんですよ。そうなんですよ。八坂さんからこうずっと向こう行ったら、松尾大社ですよ。そうですね。まあ、今関係ないけど。まあ、そうですね。夕焼けですよ。夕焼けまだ出てないですけど ね。これからです。これからなんで。ほんとすごいとこ作ったなと。マチュピチもびっくりしたけど、はい、ちょっとそれの日本版の最強なのを作りたいなと思って、うんうん、目指せ世界遺産。そうなんです。ライバルは世界遺産でね、やっていきたいなと思ってるんですけど、そう。でもこれなんかもう一つのコンセプト、状況。状況ね。昔は状況っていうのはやっぱ京都に上がることだったっていうんで、うん、じゃあくだらねえの語源知ってる？くだらねえ、東京なんかだね。違うか、東京。くだらねえって下がらねえって書くじゃん。はい、くだらねえ、はい、あれは京都から京都で流行ってねえもんは、うん、他の町に京都から下っていかないないってことっていうのがくだらねえの語源なんで。なるほどなるほどなるほど。ノースビレッジでしたっけ。はい、ビーバーカフェ。ノースビレッジ、北里ノースビレッジ。あ、北里ノースビレッジは下っていきますよ。下っていきます。そうですね。じゃあ京都をやったくらいにはやっぱ下っていかないと下らなくなっちゃうんでね、うん、一番日本で高い位置にあるんで、みんなこう状況だから。そうですよね。そう、今回はね、なんかこういろいろ世界でやる前に日本で最高のお店をね作っとくの忘れてたっていうのを慌てて。なるほど。でこれで日本文化を見直したってこと。日本文化、うん、そうですね。そこまで知識ないですけど、うん、でもまあ なんとなく感覚的に。でもすごいいいきっかけだと思う。傭兵がそれに、はい、なんかこう日本のカルチャーとか、はい、それ俺もそんな知らないけど、はい、そのここに店を出そうと思うとか、はい、それはなんかもしかしたらものすごいキック。これダブルセブンの。そうなんですよ。話してますね。まあ、まあものすごいきっかけだと。なんかその本当に興味、そういうことに興味のない若者も、うん、あ、Cシャスいてって言ってここでなんとなくこう C 社を吸うわけじゃん、例えば、はい、その時にあーなんかめっちゃ落ち着くわこの景色とか、はい、なんか鴨川の流れは止まらないみたいな、なんかそういう、うん、昔の言葉があるの。あ、そうなんですか。行き交う時もまた旅人なりみたいな。へー。その鴨町面だけど、なんかまあ有名な人の鴨川をこう歌った話があるんだけど。あ、そうなんですね。もうちょっとね、もう酔っちゃって名前出てもらえなくなっちゃうんだけど。その説明がなくてもいいというか、その空気を吸う、Cシャを吸うことによって感じるものが、それがそれでいいっていう、そういう場所を作ったなと思って。なるほどなるほどなるほど。素敵だなと思いました。ありがとうございます。まあでもここでね、ちゃんと地場に根付けるような店を作って、うん、下っていくっていうストーリーがまた、うん、ここに店を出すことが大変なわけでしょ。すっげえ大変でした。なんか東京で、まあ、結構やってたから、うん、余裕でしょと高く言ってたんですけど、うん、東京で10店舗やるぐらい、ここで1店舗やるのって大変なんだなっていう、うん、ただ物件契約してどうこうすればいいっていうだけじゃなくて、なんか街でっていう。で結構みんな、まあ、フォント町含め京都をこうし守っていきたいみたいな気持ちを持った人たちがすごい多いので、こう渋谷って一人一人がそこまでの渋谷はこうだこうあるべきだみたいなのを持たずにお店をやってる人たちが多いじゃないですか。京都はもう本当、まあ、景観一つ含めてこうみんなで協議して、それが出して OK かどうかとか、チラシ一つ、そうですよね、外に出たら、はい、必要だったりとか、なんかでもちょっと街づくりに参加できてるような気がするので、それをこういう京都っていう場所でできるっていうのはすごい嬉しいですね。まあ、あとはその海外の行った時とかに、まあ、じゃあ日本行くよみたいな話なんですけど、まあ、CC好きだったら絶対あそこ行きなっていう、まあ、京都だとね、観光も含めてできるし、日本を感じてもらえるような CC になればいいなっていう、素晴らしい、思ってるんですけど。Great。 まあ、散々ね、話した締めが Great でしたけど、ちょっとおまけで直近の陽介さんのなんかどういうことやってるか教えてもらえると。そうですね、まあなるべくインスタライブはやらないようにし
禁止されてるんですよね。いや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 、もう防音工事。あ、そうです。防音工事したのに、まあ控えめに。え、ガチでしたんですか。したどんだけどんだけ1円にもならない。なんかね、あれ使命感がちょっとあって、おう、なんていうの、なんかこうコロナがこうバーッとやってた、盛り上がってた時に、はい、ちょっと閉塞感があったじゃん、はいはいはい、なんか暗い思い我慢するみたいな、うん、ありましたね。でもそれ自体がもう健全じゃねえなと思ったんで、うん、もうそういうガス抜きの場所になればいいなと思って、でみんなの代わりにちょっと飲んでたんですよ、うん、なるほど。いや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 もう我慢して、たまにもう酔って演技とかしてた酔って演技とかしてたんですね、うん、なるほどなるほど。でああやってなんかこう時代の排水溝みたいなことで、なんていうか、こうこんなやつでも生きてるんだよみたいな。うん、いやでも本当コロナの時期に本当街も含めて全部盛り下がってる時に、陽介さんのインスタライブだけは常に、ね、盛り上がりすぎて炎上してますよ。いやいや炎上しないんだよ。炎上もしねえんだっていう感じだったから。え、しょっちゅう炎上してましたね。してないしてない。だって僕ヤフーニュースでよく見てました。俺だってもう、あ、燃えかすも残ってないんだだから新しい薪をくべたんですよ。なるほどなるほど。それでだから名前くべ塚でしょ。くべ塚長介、くべ塚長介、くべ塚長介なるほどなるほどっていう感じで、なるほど、まあね、適当なこと言ってますけれども、はい、ノースビレッジ、はい、改め、ビーバーカフェ、ビーバーカフェそこは止めて最後まで止めて、いやいやもうね、シーシャ始めたのも陽介さんきっかけなんでね、エジプトから始まった京都に続いて、ね、京都についてね、ここから下ってくっていうね、いいわ、世界中に下ってください。そうですね、ナイルの下り下っていくと。確かにあれ大変でしたね。全然取材来ないじゃん。そうね。C 社ブルーに忙しい。全然取材来ないです。C 社ばっかり僕は。でも楽しい旅だったなと思いますけど、ね。ありがとうございます。旅はまだ続く。はい、続きます。乾杯。ね、乾杯。どうぞ。これ、俺もらっていいの？どうぞ。動画でもらっていいの？動画でもらっていいの？しかも動画でもらっていいの？え？これ、やめて泣いちゃう。そういうの泣いちゃうんじゃない？耐えれなくて。ウォッチャーぶっしゃからかみやまんじらい、ぶっ飛んだ宇宙を感じたい、ぶっ飛いししか感じないなら、エビバリ声出してエビバリ say yeah yeah、 まだまだ出るでしょ yeah yo yeah yo、 腹から声出してくれよ yeah yeahまだ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 イエイヨーイエイヨー、 What a me love What a me love、 この広い不思議な世界、その匂い何を思い、遠い遠い旅路に酔い、何かたらい思い移ろい、喜びから墓場まで味わい尽くせよそのままで、追いつかないだろ言葉で、だから踊るよ朝まで、燃える情熱で頭で考えるなよ頭で、心は全部わかってるんだろ、響いてんなら盛り上がれ、ぶっしゃから神山地雷、ぶっ飛んだ宇宙を感じたい、ぶっ飛いししか感じないなら、もう一丁変え出してThanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.